らっしゃい。どうも。今日はどんな今シートを削り出すのをやっております。今ね、レクサスの RC かな、はい、っていう車の、はい、シートを直し始めたんですよ。はい、で、おそらくなんだけど、はい、まあ、前にもちらっと言ったけど、2回ぐらい触られてて、はい、特に大きくはここ。そうですね。うん、で、本当はもっと、前の画像見てもらったら分かるんですけど、はい、ガサガサだったところをまずは取り除いたんです。はい、で、そしたら、こういう黒いのが出てきたわけ。はい、この黒いのが。おそらく充填剤だと思うんだけど、はい、充填剤ってのはここがね、塗装するために下地に入れる、まあ、パテみたいなもんですよね、はい、うん、これが出てきたわけですよ。で、まあ、これをできるだけちょっと取ろうとで今やってる作業ですね。そうです、そうです。というのがこの黒いのはね、うん、熱で硬化するタイプのパテの、それだけで分かるんですね。うん、まあ材料ってそんなたくさんまあアメリカとかフランスとかいろいろあるんだけど、はい、おそらくアメリカの材料だと思うんだけどね、うん、熱で硬化させるタイプなんで、はい、パッとこう熱当てると硬くなる、うんうんうん、で、ここの硬さとこの入れた部分の硬さが違うんで、なるほど、際のところがね、うん、めくれてくる可能性があるわけ、うんうんうん、で、まあ、それが多分原因だったと思う。はい、ほんで黒くなってきて、まあ、おかしいんだっていうのでおそらくなったんだと思うんですよ。なるほど。で、ここをね、ちょっと下地をやり替えようかなという作業ですよ。へえ。なかなか地味な作業。ちゃんと養生して傷つけないようにして、そうだね、その分を1個ずつ削っていく、うん、そう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 。まあ、しなくても当てない自信はあるんだけど、やっぱりね、うん、野村はね、入れてやるかな、うん、はい、うん、まあそんな感じでやっていくんですよね。まあ、あとはちょっとね、調和が取れてないので、シートの左右が、はい、うん、その辺を合わせていくような作業かな。うん、大変ですね。いや、まあしょうがないよな、仕事やもん、はい、それはそうですけど。そうやで、うん、まあまあこんな感じなんでしょう。で、まあパシッと仕上げて、まあ車に乗せるっていう感じで終わりみたいな感じ、ね、なるほど。まあ普通はね、まあ車屋さんでこういうの頼むと、はい、出張型の人が大体直す人が多いんですよ、はい、で現場に行って、うん、車の室内で直すっていうパターンがよくあるんだけど、あ、ね、はい、外ごめんなさい、外で見るのと中で見るのってシート違うのよね、やっぱり、はい、まあ、光沢とか色ですよね。そうです。あともう一つはね、はい、作業するときに車の中だったらこうしかできないわけ、はい、でも外に出てるとこちらからも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 全部攻めれるわけ。360度、360度から、うん、なんで私のとこは全部下ろす、下ろすってことですね、うん、やっぱり実際時間で仕事してないから、うん、クオリティで仕事をしようとしてるんで、やっぱりそういう風になっちゃいます。なるほどね。その丁寧さが逆にこう弱点とかダメージがあるとこを見抜いて、うん、結果的にほんまに完璧に近い綺麗さになって帰ってくると。まあそう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 ですよね。そうそうそう、そういうためにここまで努力をしているってことですね。そうそう、面倒くさいことが1個2個3個増えるんだけど、はい、お客さんにとってはそっちの方がいいだろうし、うん、シートにとってもそっちの方がいいからやっぱりそうしちゃうよね、うんうん、まあある意味こうみんなが嫌がる基本に忠実ってことですよね、まずは、うん、その下準備にって。僕はね、うん、でやっぱりね、座席を下ろさず、シートを下ろさずっていうのは1工程省いて楽ちんじゃないですか、うん、楽ちんだよね、ね、うん、でもそれが結果どんだけ腕のある職人でもね、体の入れ方とかが難しくなって、うん、ね、結果的にうまくできないってことになるのに、うん、各界と必ず下ろして基本的なことからやって、やる、ね、基礎ができる人やから応用にも強くなるってことですよね。そうやね。まあこれってね、はい、次のところで話しようか。そうですね、これってなんでこうしてるのって次のところで話しようか、はい、そうですね。いや、どうも、うん、一旦終わります。ありがとうございました、はいはい、リペアスタジオフクロウチャンネルです。同じくザマスチャンネルです。車の真実、それを知りたい人、知りたい、ぜひ見においで。どんなことか、どんなこと書いてあるんですか。
それは見てから決めたらいいね。もう、はい、CM CM どんな動画ですか、どんな内容 の、 あの見る前にちょっと、うん、はい、ヴィンテージかクラシックか、うん、あの頃系のメルセデス、懐かしい、クーレンポルシェ、車や、何でも訪れる店、そうですね、それは訪れてる、うんうん、それ見たら勉強になりますか、勉強になるに決まってるやんか、これから車いじりに大事ですか、それめっちゃ大事、思いますか、うん、車の名車維持するタイヤのことなんですか、俺に合うことだいぶ、今ほんまに